の範囲がいっぱいだと思いますが、では改めましてご紹介をさせていただきます。皆さんもきっとオレンジのユニフォームでもおなじみだと思います。大人気高校生バンド、京都橘高等学校吹奏楽部は51年の歴史を誇ります。毎年数々のビッグイベントに出場されていまして、2012年にはアメリカのマーチングの祭典ローズパレードにアジア代表として出場されています。そしてこちらはなんと来年2018年にも出場されるということですので、本当素晴らしい成績ですよね。そしてまだまだあります。さらには NHK 吹奏楽バトルでの優勝経験や、そしてテレビ番組1億人の大質問を笑ってこらえて日本列島吹奏楽の旅も、こちらは見られた方も多いのではないでしょうか。常連校として取り上げられています。座奏、マーチングともに力を入れていらっしゃいますが、今日はマーチングを披露していただきます。そして京都橘高等学校吹奏楽部の皆さんからメッセージもお預かりしていますので、 ご紹介します。皆さんこんにちは。京都橘高等学校吹奏楽部です。京都市南部伏見桃山の丘の上に私たちの学校があります。学校創立116年目、男女共学になって18年目になります。吹奏楽部は1961年の創設以来、元気いっぱい、笑顔いっぱい、夢いっぱいを合言葉に毎日練習に励んでいて、現在は113名の部員が在籍しています。クラブの歴史と同じだけのマーチングの歴史があり、おなじみのオレンジのユニフォームも44年以上着続けています。近年はスイングジャズのビートに乗って激しくダンスを踊りながら演奏するスタイルがすっかりおなじみになりましたね。本日は2年生、3年生およそ70名で奈良へ伺いました。さあ皆さん、私たちと一緒にリズムに乗って弾けましょうということでいただいています。それでは第3部ゲストバンドステージ、京都橘高等学校吹奏楽部のマーチングショーです。指揮指導は田中博之先生です。それではよろしくお願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは、京都から参りました京都立花高校と申します。奈良でね、演奏させていただく機会というのは非常に少なございまして、なんか聞くところによるともう四半世紀やってないというね、そんなに京都では遠いことないですからね。最大寺から桃山五条前までたかだか20分ぐらいですから、中学生の皆さんぜひ立花に来てください。一時はね、奈良立花と言われるぐらいね、全校生徒が3分の1ぐらい奈良の子だったんですけど、最近なんかえらい減ってまいりましたね。ということで今日はその回復を狙いましてですね、奈良で本番やってたくさん生徒さんを奪っていこうというふうに計画しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、割とうちにしてはおとなしく、まあ2曲目はあまりおとなしくないですけど始まりまして、1曲目はね、行ったスモールワールドなんか仕掛け人形みたいで面白かったんですよ、ね、で 2曲目でちょっと本領発揮し始めましてね、マンボジャンボエルマンボですね、それをちょっとなんか手品の音楽みたいでしょね、あれをやりまして、こっから先はだんだん激しくなっていきますんで、グレンミラーに次なりましてですね、そこから今度は絶対にやらない許してもらえない伊藤のやつが最後に登場しますのでね、また楽しみに見てもらえたらというふうに思います。本当にこれ青空吹奏楽青空です ね、私もここ奈良一つあそこは若草山でしょ、小学校5年の時来たことあるんですよね。それ以来ですよ、本当に。なら、近くて遠いというか、あんまりね、来る機会がございませんで。ぜひこれをきっかけに、ね、いろんなとこ出向いていきますので、いろんなとこ呼んでいただいたらと思うんです。そうするとまた、奈良からの生徒募集につながりますので、またよろしくお願いいたします。はい、それではですね、先ほど、私は今日は、こなして喋りに来るだけなのに、うやうやしく紹介されましたので、本日ドラムメジャー、まあ、あまりいつもほど目立ちませんが、3年生の長尾由衣が務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは後半はどんどん暴れていきますので、皆さんもどんどん騒いでいただいたらというふうに思います。それではどうぞ。